Welcome to Dangerous House. My guests are friends from Clubhouse. It's gonna be a great time. Enjoy together. どうも、Dangerous House 始まりました、パーソナリティの Dangerous です、前回に引き続き、今回もですね、リエコ姉さんは、スケジュールがね合わなかったので、お休みとなります。番組のご紹介やプロフィールなんかはねお願いしてありますので、皆様ねご安心ください。それでは早速、リエコさん、番組のご紹介をよろしくお願いします。それでは当コンテンツダンジューローハウスのコンセプトをご説明させていただきます。このダンジューローハウスは音声のみで楽しむ SNS クラブハウスで、ダンジューローさんとお友達になった方たちをゲストとしてお招きし対談するシリーズとなっております。ハンディキャップのある方、ない方、さまざまな職種の方たちが出演いたしますので、ぜひチャンネル登録をしてお楽しみください。なお、この動画は Zoom を使って収録しているため、ゲストの方との音質に若干の差が生じることをあらかじめご了承ください。今回の、ゲストの方は僕のクラブハウスの友達の中でも、ウィキペディアで検索して出てくるほどの、有名な方です。現在も根強い、ファンの方がたくさんいらっしゃるそうです。しかも、今回はゲストの方から視聴者プレゼントをいただいておりますので、参加の方法や詳しいことは、番組を最後まで見ていただければ、分かると思います。それでは早速、どんな方なのか、リエコさんからご紹介いただきましょう。本日のゲスト、杉村陽子さん。1971年長野県生まれ。高校卒業後渡米し、アメリカのコミュニティカレッジを卒業。帰国後レースクイーンとして活躍され、国内カーレースの頂点でもある多数の GT を飾られました。その後、クリスチャンでもある陽子さんは、施設で子どもたちに英会話をボランティアで教えられ、現在はオンラインで子ども向け英会話教室をされているそうです。はい、本日のゲストは、杉村陽子さんです。どうぞ。こんにちは、杉村陽子と申します。どうぞよろしくお願いいたします。あ、どうも、ヨコちゃん、お久しぶりです。お久しぶりです。團十郎さん、いつもお世話になっております。いえ、とんでもないです。今回はご出演、本当にありがとうございます。いえ、とんでもないです。ありがとうございます。僕もね、ちょっとこのプロフィールを今聞かせていただいて、はい、ちょっと初めて知ることもすごくちょっと多いので、はい。いろいろとちょっと質問させちゃってください。わかりました。どうぞ。はい。アメリカの、大学に行かれたってことな、コミュニティカレッジ。そうなんです。長野県出身で、はいはい、高校まではずっと長野県で、ど田舎で生活していたんですけれども、はい、高校卒業と同時にアメリカに渡って、で、シアトルの、まあ、2年単位の卒業ですか、短大みたいなコミュニティカレッジっていうところに行きました。はいはいはい。はい。で、そこ卒業後に、帰国されて、はい、それからレースクイーンをやられたってことかな、はい、そうなんですよ。日本に帰ってきて、なんか英語の仕事あるかなと思っていたんですけど、たまたまレースクイーンの仕事があって、はい、で、興味本位でやってみたら、なんか、あれよあれよという間に10年間やっちゃってました。10年ってなんか長くないですか、すごく。普通長い方です。みんな大体2、3年でこう辞めていったりとか、はい、やっぱりこう年齢に制限がある仕事なので、はい、ちょっと10年間やった人っていうのは多分めちゃくちゃ珍しいと思います。いや、なんかね、僕やっぱりほら学生の頃にああいうヤングマガジンとかね、そういう雑誌で結構レースクイーンのね、はい、写真とか、あ、そうそう、表紙やったりとかグラビアやったりとか、めちゃくちゃかっこいいじゃないですか。でも楽しいですよ、やっぱり。ですよね、やっぱりもうなんか、なんていうのかな、 F1 とかのもう花って感じですもんね、
F1 にも行くし、もうカートっていうのにも行くし、GT っていうのも行くし、バイクのレースも行くし、もう何でもかんでも行きます。なんかすごいですね。で、なんか僕もちょこっとウィキペディア見させていただいたんですけど、はい、ありがとうございます。写真集とかも出しちゃってるじゃないですか。出してますね。3冊、4冊。あ、4冊とか確か書いてあったと思うんだけど。フィンでは2冊、グループ、チームでは2冊。あ、ちょっと覚えてないです、自分でも。なんかね、その写真集の中に、はい、陽子の秘密ってのありましたよ。なんだろう。いや、それがやたら気になってね、どんな秘密があるのかなと思って。ない、なんでそれ、どうしよう、わかんない。どうかんないですか。なんていうタイトルだろう。いや、陽子の秘密って書いてありましたよ、タイトル。秘密、はい、まあ、ちょっとよくわかんないですけど、すごいタイトルだなと思って。多分なんかエロティックなあれじゃない、演出をしたかったじゃないですか。あ、そういうことですね。はいはいはい、わかりました。ね、見てみたら大したことない。はいはいはい。うん、だからね、まあ、僕はちょっと見たくてもね、ちょっと見ることができないんで、ちょっと誰か、ね、はい、持ってる人いたら、はい、感想を聞かせてください。多分今、ヤフーオークションで500円か300円ぐらいで多分買えますよ。マジですか。多分。で、それで、レースクイーンをずっとやられてて、はい、ね、なんかインスタとかもやっぱりファンの方が多いのか、ね、ヨコさんフォロワー数すごい多いじゃないですか。すごいよね。まだまだなんですけど、でもインスタがすごい私好きで、はい、はいはい、みたいですね、はい、うん、でもう引退して約10年以上経ってるのに、当時のファンの方が今でも見てくださっていて、はい、ヨコタンコ相変わらずドジだねとか、ヨコタンコまた犬飼ってんのとか、なんかそういうなんかメッセージがあったりとかして嬉しいです。はい、なんかやっぱそのヨコさんのさ、そういう愛されキャラっていうかね、やっぱりそういうのは僕ね、いつもお話しさせていただいて、なんかそういうの分かるような気がするんですよ。いや、ありがとうございます。そんな、そう、とてもないですよ。鬼ババですよ、鬼ババ。いや、でもね、やっぱ魅力がなかったら、そうね、何千人とかってやっぱりフォローされないと思うんで、はい、いえいえ、もうすごい人はなんかね、すごいですかね、もう今 SNS って、羨ましいなって思いますけど。いや、僕なんかもうチャンネル登録者数もツイッターのフォロワー数もね、ちょっと超少ないんで。でもこれからじゃないですか。どん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 録音していって、いろんなゲストさん呼んで、いろんな話されてるから、すごくね、はい、これからだと思いますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。それで、レースクイーンというか、まあ、そう、芸能活動ですよね。それを終わられて、はい、沖縄に移住されたってこと？そうなんですよ。またこれがたまたまなんですけど、はい、レースクイーン10年やっちゃったし、引退も華々しくやっちゃって、何しようかなって思った時に、OL やったことないって気づいて、はい、やばい、就職できないや。って思って、はい、で、ちょっと気分転換に少し遊ぼうと思って、沖縄に一人で来たんですよ。友達紹介で。はいはいはい。はい。それで、ブラブラしたりとか、ドライブしたりしてたら、はい、なんか、なんだっけ、ある大学で、はい、まあ、私が卒業した大学院なんですけど、沖縄キリスト教学院大学っていうところで、毎年、はい、夏の同時通訳集中講座っていうのをやってるんですね。はい、で、東京から講師を迎えて、学生も一般人も申し込むことができるんですよ。はい。確か3、4日の集中講座だったんですけど、それに参加して、で、また英語に目覚めて、プラス、はい、学校の雰囲気、それから、まあ、なんていうのかな、先生方の素晴らしさとか、はい、まあ、一応ミッションスクールなんで、やっぱり先生方が本当素晴らしくて、はい、学生さんもすごくなんか、やっぱり自分より20歳ぐらい若いからキャピキャピしていて、楽しくって楽しくて、はい、で、入っちゃったんですよ、社会人変人って。はいはい。そう、それで
住むことになって今に至るっていう感じ。あ、そこでもう英語をやっぱりこうやりたいなっていう。そうですね。うん、全然やるつもりなかったんですけど、たまたまブーラ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 毎日沖縄っていいなとか暮らしてたら、その通訳の、はい、あのセミナーがあって、はい、申し込んだところもう虜になっちゃって。はい。はい。あ、それでまあその影響もあって今あの英語をね、あのお子さんたちにあの教えられてるっていう。そうですね、はい、はい、そうですね、うん、英語に戻ったって感じかな。はい。とそれで私はもともと家もず、家族もすべてクリスチャンで、それで大学も、まあ、沖縄キリスト教大学っていうキリスト教にあの非常に関わりがあったんですね、環境的に。それで、まあ、そのつながりで、学校に行きながら、ちょっと事情があって施設に入っている子どもたちに英語を、はい、あの在学中ずっと教えていて、まあ、週に1回だけなんですけど、日曜日にその施設に行って、だいたい20人ぐらいの小さな、まあ、小学、うん、小さい子はもう3歳で、一番大きい子は高校3年生なんですけど、はい、そういった子どもたちに会話を覚えてます、あ、教えてました。はい、はい、あ、英会話を、まあ、その子たちに、学校行かれながら、あの、まあ、ボランティアで、ボランティアで、はい、教えられたってことですよね。そうです。あ、素晴らしいじゃないですか。うん、あのね、やっぱ自分も勉強になりますし、はい、なんていうかな、その子供たちって個性的だから、ぐずる子もいるし、はい、嫌がる子もいるし、やめたいって言ったり、喧嘩したり、始めちゃったりする時もあるんですよ。はいはいはい、だけど、あの、こっちが一生懸命、こう、楽しい魅力的な何か英語の教え方を必死になって勉強していくと、結構集中してくれるっていうことが分かって、で、今現在でも、あの、オンラインで教えてますね。はい。はい、そこにつながるわけですが、それで今現在は、はい、あの僕がね、少しあのクラブハウスであのお伺いしてたのは、はい、子どもたちにね、あのインターネットであの英語を教えるっていうのをやってるんだってことはお聞きしてたんですけど。そうなんですよ。うん、まだ始めたばっかりで、はい、生徒さんも口コミで5人ぐらいしかいなくて、しかもズームとか使えないんで、はい、あのなんて言うんだろう、LINE の電話とパソコンを駆使しながら2つのこのツールで頑張ってます。そういうことですか。それでね、はい、あ、そうやってまあ、LINE 電話とかね、そこら辺を使って、まあ、教えられてるってことですよね。はい、うん、そうです、うん、僕もさ、一回ちょっと英語全く僕ダメなので、一回ちょっと陽子先生になろうかな。大丈夫です。すごい私子供たち相手なんで、はい、本当に簡単な、はい、まあ、お歌とかはやらないにしても、はい、本当に自己紹介最低限できる程度になれるとか、はい、自分が何が好きで、はい、自分はどんな趣味があって、はい、自分が兵次郎っていうワンちゃんを飼っていてとか、はいはい、自分がどういう人となりかっていうのぐらいは、多分2回ぐらいでベラベラ言えると思いますよ。あ、そうですか。いや、はい、じゃあちょっと今度ね、あの時間作って陽子先生のね、はい、レッスンを受けてですね、うん、なんかね、目標があった方がいいかなと思うんで。そうですね。どうしようかな。女性のこう、なんていうのかな、口説き方って言ったらちょっとあれですけど、うん、あのですね、なんかさ、ビジネス系とかなんか、なんかコミュニケーションじゃないの？それだとさ、なかなかこう、テンション上がんないじゃないですか。ああ、上がんない、上がんない。なんかつまんなくなると思う。ね、そうそう、だから女性をさ、名刺交換とかさ。そうそうそう、そんなんつまんないじゃん。だから女性の女性を、まあ、口説くっていうとちょっとあれですけど、女性をお誘いする英会話。うん、うん、分かった。
大丈夫です。でも最近めっちゃ、まあ日本もそうなりつつあるんですけど、アメリはい。カでご飯誘ったけど、めちゃめちゃセクハラ扱いされるんで、ちょっとそのマジ辺ですやんか？わりと。なんはか、上司が、ねえねえねえ、今日さ、ご飯食べに行かないとか言って、い。はいなに、部下の女の子に言ったらセクハラで訴えられるらしい。マジですか？それちょっでとも、なんまあか、いいや。学校とか、普通に好きな子ができて、いい感じになったけど、言い回しを教えることは多分できると思います。ですよね。それでいいじゃないですか。まあ、その、なんていうのかな、誘い方っていうのかな。女性を、こうね、女性の誘い方というか。わお、これだ、重大責任ですね。なんか僕、あくまでも、こう、あれじゃないですか、その、こう、目標がやっぱりいるので。一そ回うちょっだ。と、それ、陽子先生、ほら、ちょっとお時間作っていただいて、ちょっいいとですよ。別枠でですね、ちょっと特別企画としてやりましょうよ。やりましょう。ね。でもそれでさ、みんな撃沈だったらさ、なんか申し訳ないなと責任取らなくちいや、ゃ。それ、あくまでも、英語を覚えるっていうのは趣旨ですから、本当にその女性をね、誘することが目的ではないので。そうですよ。あくまでもこう、ね、何かこう、なんていうのかな、やる気になるというか。まあ仮定してね。僕はどちら想かという定と、しそって。ちの方が名刺をこうね、渡してっていうああ、のを。確かに面白いかも。名刺渡してとか、ご挨拶とか、何々カンパニーの何々でございますとかより、でしょ？お 食事なんを。か女の子とそうドライブしてて、じゃあ次さ、みたいな。楽は行ってみね、みたいなさ。楽はいいね、叙々苑あるんだぜ、みたいな。その感じでいいよ。そうでいいですよ。それちょっと面白そうじゃないですか。ぜひちょっとやりましょうよ。僕も英語少しあ、わはか勉り強まなんしで。た。またその説はちょっと企画を練って、やりたいと思うので、了解です。見ていただいている方もぜひちょっと楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。そういえば團十郎さん。團十郎さんってワンちゃん動画載っけてますよね。僕のパートナーの兵次郎ですよね。そうそう、洋次郎コレクションっていう動画を私もすごいファンで見てるんですけども、可愛すぎるっていうか、ラブラドールですか？そうです、そうです。ねえ、盲導犬でもけなげに一緒にお散歩したりとか、それからシャワーされたりとか、あと、ご飯食べてるとことか、なんかいっぱいあるんですよ。あくび、ただ単にあくびしてるだけとか。もうそれがすごい好きで、かわいいなと思って、自分もワンちゃん飼ってるんで、もうすっごい楽しんでます。ありがとうございます。ようこさん、ワンちゃん飼ってんの？飼ってます。小型犬なんですけどね、家がちょっとあんまり大きくないんで、そうなん小型だ。犬も欲しいんですけど、一応もう今は小さいワンちゃん飼ってます。なるほど。兵次郎はね、すごいみんなやっぱりほら、可愛がってくれるんですよ。泣けなげ。それでね、ちょっと僕の知り合いが、こう 3D プリンターでフィギュアを作るような、まあそっちの関係の仕事もしてる方がいるんですね。で、欲しいとか言って。その方にさ、のところで、僕とほら、兵次郎のさ、こう、なんていうの、フィギュアを一回作ってもらうのを YouTube でやろうかななんていうルームのメンバーに話してたら、いやみんな兵次郎だけでいいっていうの、團十郎の方はいらないと團十郎いらか、ねえ。いらねえとかさ、切り離しできるように作れとかさ、むちゃくちゃ言うわけよ、みんな。だからもう余計ね、俺も絶対一緒に作ってやろうかなと思っても。そしたら、リードでつないでるやつにして、團十郎いらねえって人は、そこをハサミでカットしてもいいだけのいや、話でハさ。サミ無理でしょ。かなり硬いよ、3D プリンターでできたフィこうギュしてアたは。ら切り離せないからさ、すごいクレームくるよ、多分。いやいや、あなたもあれですか、僕のこといらないって言うんですか。いますよ。團十郎ピンでもいいですよ。そうです。ありがとうございます。気ど使こっでていカッたトだいして。て、本当にありがとうございます。まあでもね、本当ね、洋次郎の動画もね、すごい見てくれてる方もいるんで、彼もね、お仕事をしてて、励みになると思うんで、そうです本当ね。に一生懸命頑張ってる姿が本当に可そう愛でくすね。て。
何かね、うん、まあ、どっかの誰か一人でもいいからね、何かそういうちょっと元気づけれたら、いいかなと思って。うん、だと思いますよ。やっぱり持って癒されますからね。ですよね。なんと言っても、本当に。そうですよね。なんか、うん、横さんもあれですよね、ワンちゃん愛がちょっとにじみ出てますよね。ワンちゃんはもうまずいんですよ。生命体で一番ワンちゃんが好きっていうのは、異常な人間になっちゃってるんで。そう、なるほど、うん、ありがとうございます。いいえ、楽しかったです。最後のコーナーに移る前に、ここで番組からのお知らせです。この動画をご覧の皆様の中で、ぜひ團十郎ハウスに出演してみたいとお思いの方の参加申し込み方法をお知らせいたします。この動画の説明欄に記載されておりますツイッターをフォローしていただき、 DM より参加の申し込みをお願いいたします。またもう一つの方法として、クラブハウスから團十郎さんに直接お声をかけてみてくださいね。はい、それでは、最後に横さん、あなたの夢をお聞かせください。やっぱりそうですね、今までこう長い間ボランティア活動とか英語を教えたり、子どもと一緒に関わる経験がすごく多かったので、まあ、これからもできればずっとずっとこう世の中に還元できるような、世の中にためになるような、そういったお仕事、ほんの少しでもいいので力になれるような、そういった活動を無理のないように続けていくのが私の夢です。はい、ここで杉村陽子さん、視聴者プレゼントの応募方法とプレゼントの内容をご紹介したいと思います。今回杉村陽子さん愛用のグッズを視聴者プレゼントとしていただきました。その内容はですね、まず1つ目、ジル・スチュアートのハンカチ、2つ目はモンスターズインクのティーポット、3つ目はフェイラーのペンケース、4つ目は杉村陽子さん本人の写真付きハンディライトでございます。すべてご本人のサイン入りとなります。さて、応募方法は、今から言う問題の答えが分かった方は、後に説明する応募方法に従ってご参加ください。さて、番組内で僕が言った陽子さんの写真集のタイトル名は何でしょう？答えが分かった方は、團十郎 TV をチャンネル登録した上で、動画説明欄に記載されているメールアドレスへ必要事項を記入の上、ご応募ください。必要事項は住所、氏名、電話番号、年齢、質問の答え、以上となります。皆さん、ふるってご参加くださいね。どの商品が当たるかは届くまでのお楽しみです。なお、締め切りは7月10日となりますので、ご注意ください。当選結果は商品の発送をもって変えさせていただきます。いかがだったでしょうか。本日のゲストは杉村陽子さんでした。とてもね、優しい方で、自分のサイン入りのプレゼントなんかもね、視聴者のために提供していただいたりと、本当にね、今回はご協力ありがとうございました。そしてね、レースクイーンをやられたり、キッズにね、英会話を教えたりと、幅広い方面で活躍している、とっても素敵な方でした。そして、この團十郎ハウスのオープニングのお手伝いも、本当にありがとうございます。次回もですね、素敵なゲストの方が登場いたしますので、チャンネル登録をね、お済みでない方は、ぜひね、チャンネル登録をしてお楽しみください。そして、共感を持っていただけましたら、いいねの方もポチッと
していただけると嬉しいです。それではまた次回。アリーベデルチ。